こんにちは、クイックアートの富山恭平です今日の業者様向け白戸縄プリント講座はこの白ナープリンターの印刷までについての解説をいたします今までの多くの白戸縄プリントの動画なんですが簡単に印刷をしましてプレスキーでの作業がメインとなってご案内していましたがこの印刷のところですね、まあ、どのようなですね、考え方と編集ですねが必要なのかを解説します今、白ナープリンター導入いただいた方もですね こういった動画は少なくてですね、ご理解が少ないところがあったかと思いますが、この動画を参考にしてください。二部構成でご案内します。まずは、印刷をするにあたってのプリンターの特徴、また考え方ですね。そして第二部、ま、パソコンを使ったデータ編集についてご案内します。では、白トナープリンター WT リップ835、35枚の税別、これのプリンターの簡単なスペックをご案内します。奥行きが約5 3ンチ、横幅が約4 6ンチ。 高さが約33センチです。世界最小クラスのですね、プリンターになっています A3 サイズが印刷できるもので,で重さは約3 0キロほどです少し1人で持つにはですね大きくて難しいので2人で運ぶようにしてくださいでこれのプリンターのですね、特徴は印刷がですね、A3 サイズまで印刷ができますではがきサイズもですね、設定によってできますでこちら家庭用コンセントの1 0 0トの電圧でできますでこのレーザーーザプリンターはトナー を使うんですがトナーはインクジェットや溶剤のものと比べてです、ね、根詰まりがほとんどございませんのでこの使っていない時にです、ね、クリーニングをするという作業がいらないです。これが非常に魅力的です。プリンターを使っていない期間もです、ね、プリンターを使うために必要なコストクリーニングですねそれがいらないですこの白トナープリンターの大きい特徴なんですが4色のトナーの構成です。 リップソフトを使っていくこのパターンはですね CMY 白この4色で色を構成します黒トナーが外れた状態です CMY で自動的に色をですねフルカラーで表現しますそして足りないところに白をのせますまた弊社の WT リップ発ンゴは CMYK の状態でもですね印刷ができます普通のレーザープリンターでの使用ですね,ね文書印刷や見積書作成そういったものが簡単に紙印刷が CMY の3色で自動的に色を作る足りないところに白をのせるという説明なんですがまずこのリップソフトなんですが自動的に足りないところに白をのせます例えばシアン20%だけの色ですと100-20-80%の80の白を最後に上乗せしますマゼンタ10%ですと100-10-90%の90の白をのせますこれがどうして必要かとと、言いますと 弊社の抜ける転写視タイプ W、まあ、抜ける転写紙を作るときに MP シートとプラスターシートののりをつける際に色が薄いとですねこのプラスターシートののりがつかないんですねこの色が薄いというのは CMYK の合計値が80%以下というのが目安ですなのでシアン30%だけですと色が足りなくのりがつかないんですねなのでシアン30%などの色に自動的に白を上からのせてあげると このプリンターの内部の奥の方ですね、一番白が入っています。そのようなふうにして、えー、なっているソフトです。一方、CMYK ですね、これでも印刷ができます。例えば、K、K100、m y 1 0 0の真っ赤と真っ黒、そういったデータの場合は、CMYK だけでもですね、あの表現できるんですね。なぜなら薄い色がないからです。なので、こういった CMYK と CMY 白、これを使い分けて こともできまます。す。そう使っているお客様を言いますこれがどういったです、ね、目安で変えていくかと言いますと一番は黒があるかないかですイラストのデータの中でイラストのデータの中で黒がある場合はどうしても CMY の3色で色を混ぜますので少し K100 と比べてギャップがあります次にこのギャップをですね少しご案内いたしますなのでデータで黒が入っていて CMY 系対応できる場合は CMY 系にされる また、まあ、そういったものも関係なく、まあ、フルカラーの場合ですね、黒計100があるけれど、全体20などがあるようなデータの場合は、CMY 白のリップソフトで印刷をします。まあ、私の感覚としては、ほとんどのお客様が CMY 白のリップソフトの設定をほとんど変えず、プリントで使っていただいていますが、例えば、黒い文字だけをしたい場合などは CMY 系に取り替えています。このあたりは、お客様の好みの判断で仕様を変えることができます。 これがクイックアートの素人のプリンターの魅力でもあります。では、左側が CMYK で印刷してプリントしたもの。右側が CMY 白でリップソフトで印刷してプリントしたものです。黒に注目しますと、黒ですね、CMY 白の方がですね、少し薄くなります。まあ、黒でないというよりですね、そのような違いがございます。黒にこだわりたい方は CMYK での印刷をですね、 選択肢に入れるといいと思いますが、多くのお客様がですね、CMY 白でずっと使っていただいています。このように比較するとですね、違いは感じますが、基本的にこれだけ見ていただくと、はい、もう普通に黒に見えます。また、CMYK で印刷しようとしますと、どうしてもフルカラーですね、これなどは薄いですね、Y20 などがついているんですが、そういったものがプリントできなくなりますので、基本フルカラーリップソフトというふうにですね、お考えください。まあ、簡単なポイントを2つございます。 まずですね、このプリンターは CMY 白でも CMYK でも印刷ができますなので普通の CMYK での文書印刷もできます2番目のポインタータイプ W を使う場合は80%以上のですね CMYK の合計値のパーセンテージが必要ですなのであの80%以下のイラストの場合ですね白を載せてあげる必要がありますのでリップソフトで印刷するというふうにお考えください ではまず CMYK で印刷するときのデータ編集についてご案内します。まず CMYK で印刷するときにはリップソフトに取り込んで印刷はしません。普通のこういったイラストレーターなりのですね、ソフト、何かしらから印刷をします。そのときの注意点ご案内します。まずですね、はい。ファイル、このドキュメントのカラーモード、これが CMYK カラーになっているかを確認してください。これが RGB カラーにしますと色が変わります。 RGB カラーにしてみますすするとですねこの赤の部分が今見ていただくとこのようになります。黒もですねこのようになっています。はい、このように今 K100 にしていたものがですね色が変わってしまいますので CMIK カラーにするようにしてください。でこれで K100、はい、と、まあ、当初のですね赤に戻します。RGB カラーでですね色を構成していくと実際の色と違うという問題が ききてきますそして次の注意点なんですが、はい、これは確認することなんですが、データのカラーですね、先ほど、この c m y k の合計値が80、80%以上であることが c m y k で、抜ける転写し電子圧するときの条件といったんですが、ここの合計値が80%以上を超えているかどうかを確認してください。今回この場合、計100なので問題ないです。で、このように MY ですね、これも合計、はい、190四角ありますので問題ないです。 実際これで印刷をするときにはですね、はい、あのデータのカラーのパーセンテージを注意してください。薄いカラーがですね、例えばこのように、マーゼンタ28とかですね、これがありましたら、これだけ印刷してもノリが、プラスタシーシストのノリがつかないです。白と名を載せる必要があります。リップソフトから印刷するという判断になります。はい、実際これで,ですね、印刷するときなんですが、反転印刷が必要です。 まあこの辺りイラストレーターの場合は変形リフレクトで簡単にできます。そしてあとはですね、このファイルでプリントで印刷モードですね、設定して印刷すれば大丈夫です。これは CMIK で、はい、抜ける点写真を使うときの条件です。で、まあ、ちょっと、えー、余談なんですが、はい、こういった写真データですね、こういった四角で切れるようなものは WHCL。これはですね、CMIK で、はい、こういったソフトから印刷します。リップソフトから印刷しません。 これも注意点なんですが、こドキュメントのカラーモード。今これ RGB になってますね。これ CMA 系カラーに変えます。すると、はい。 とですね分かりづらいかもしれませんが暗くなりました印刷するときは、ね、CMIK カラーにしてください RGB カラーで見ているものをです、ね、印刷しても若干のギャップが出てきてしまいます印刷するとこれは CMIK カラーにするとギャップが少ないですで実際見ている画面と印刷画面のギャップを減らすというところでは CMIK カラーにするというのがこの白トナープリンターというかです、ね、レーザープリンターでの特徴になりますではリップソフトから印刷する際のデータの編集について説明します 今開いている画面はイラストレーターですが、フリーソフト、イラストレーター以外のソフトでも大丈夫です。こういった白を出したい場所をですね、クリックします。ここに Y1% の色付けをしてあげる。これが唯一のやることです。どういうことかといいますと、先ほど足りない部分に白を載せると話をしたんですが、このリップソフトはですね、足りないところ、1の場合100-1の99の白を載せます。 この1%というのはですね印刷しても何も印刷されていないのは薄いものになります。それに対して99%の白が乗るので、実際は真っ白に見えます。なので、この CNYK ですね、これはどれであっても1%ですね。であってもほとんど白に見えます。まあ、2、3%でもほぼ白に見えます。一応、この CNYK の中で Y の黄色がですね一番色が飛んでいるので、 はい弊社はご案内していますが、実際はどれでも1%でいいというご理解、99%を、えー、白ですね。足りないところに白が乗る。なので白に見えるというですね理屈をご理解ください。なので今回、イラストレーターでですねこのように細かく色の指定ができますが、フリーソフトの場合ですね、何かですね薄い色ですね、はい Y5% ぐらいのですね、そういった大雑把な仕方でもですね大体白に見えますので、そういった使い方をしてください。 なおですね、こちらですね、今これしても Y1% になってるんですが、だいたい白にしたいデータですね、この CMIK が全部ゼロになってると思うんですね。そういった色を一気に変える方法をご案内します。それですね、この上の方の選択、共通、今回カラーの塗りですね、しますと、このように、はい、同じデータからの塗りが選択されます。あとはですね、これ今このようにやると黄色く変わりますね。なので、これを、はい、Y1% にしてあげるとですね、 これが白になります、はい、で今回ですね、見えやすいようですね、レイヤーの黒の背景をつけていますが、これを外します。そしてデータをこのようにですね、保存します。で保存の形式なんですが、実際リップソフトの読み込めるファイルというのは、このようにたくさんできます。PDF、PSD、JPEG、ほとんどのものが可能です。なので、な、まあ、何でもいいんですが、 まあ選べるとしたら EPS がおすすめです。その理由を説明します。今これデータを、ね、全部、はい、選択したのですが、この EPS はですね、このデータの一番外側を、はい、ファイルの大きさ、サイズとして読み込むんですね。はい、どういうことかといいますと、.ai になりますと、これアートボード A4 なんですが、アートボードギリギリのサイズで、はい、データを サイズですね、読み込みます。なので、データを取り込んだときにです、ね、印刷切れのリスクがです、ね、例えばこのぐらいの大きさですと問題ないんですが、面付けをたくさんしている場合、ですね印刷切れのリスクが少し起きます。一方、EPS でしている場合ですね、このようにアートボードの中に入っていれば、そういったことがほとんどなくなります。なので、イラストレーターや他のソフトでもなんですが、EPS でですね保存できる場合は EPS にしてください。 これはですね、細かい話になるんですが、今後の運用の方ではやりやすいです。ではですね、この保存したデータをリップソフトに取り込んで印刷をしていきます。では、これがリップソフトの画面です。プリンターステーションでございます。このリップソフトなんですが、まずパソコンのはですね、Windows の OS で基本的に Mac は利用することができません。お客様では工夫して Mac で使っている方もいるんですが、 弊社としてはですね、ちょっと推奨はできないものになっています。基本的に Windows の OS のパソコンで使ってください。で、これはですね、今作ったデータなんですが、データを取り込みます。それから印刷をするまでの工程を、はい、お話しします。まずこれ、プリント設定。こちらのボタンを押します。その後、ここに画面が出てきます。でこちら、反転になっているんですが、この画面ですね。はい、反転というのもできます。で次にシングル設定。 こちらですね自動的に基本的に真ん中にきます。これですね実際、このシートサイズ 297A4 なんですが、この真ん中に入っているかというのを、ね、視覚的に確認してください。でその次にこの設定ボタンを押しますが、基本的にここで触ることは少ないです。でこの目標濃度100%、これはですね実際さっきから言っている100-1とか100-20の白を載せる設定になっています。100があれば基本十分です。 基本的にこの辺りは触らない部分になりますが、実際ちょっとできることを簡単に説明しますと、はい、このインクースここですね、で実際この CMI の3色で色を作るため、赤っぽい、そういった時があったりするかもしれません。そういった時に今これ全部100、120、120、120となっていますが、この MI を80、80にする、こういった設定をすることでですね、はい、<laughs> 赤みを抑える。 まあちょっと変えたい。そういったことができます。ただですね、このプレビュー画面が出てくるわけではないので、実際ですね、このようにですね、あの80としたところで。はい。そういったところはですね、ちょっとあのやりづらさで感覚的なところになります。なので、実際、色を同行したいという編集はですね、先ほど申した、Photoshop とか Illustrator とか、そういったところでの編集の方がいいかもしれないです。画面が見えますので。ただ、ここで大体のアバウトな設定をすることもできます。 そしてですね、このような設定が終わりましたら、OK ボタンを押して、あとは印刷をするだけです。非常に簡易的であります。実際、このリップソフトというのは CMY と白、これはですね、印刷するためのコントロールソフトなんですね。CMI で黒を含めたフルカラーをですね、ターゲットコントロールしてあげる自動ソフトなんです。で編集ソフトではないかと、ちょっとですね、あのー、考えられている方もいますがあで、このような画面が出てきたときはですね、すいません。 付属の USB を挿します。鍵みたいなものですね。ドングル。はい、これを挿して印刷ボタンを押すと、はい、このゲージが、ね、溜まっていくとできます。実際、このソフト自体ですね、何台のパソコンにも、はい、インストールができます。ただ、ね、専用の USB を挿さないとこの印刷ができない仕様になっています。1つのオフィスで,です、ね、物理的にこの使い回しができる方は1つの USB で複数台のパソコンから はい、プリンターを印刷することができます。で印刷したものは、ですねこの印刷済み、はい、こちらの方に入っていきます。なので、今まで印刷したですねデータもここに入っていますので、簡単にですね過去のデータを引っ張ってくる、まあまた印刷するということもできます。まあ、このプリンターステーション5、非常に簡単でですね、えー、サイズも重くないので、まあ 一般的なリップソフトとしてはですね、機能は少ないかもしれませんが、必要最低限、この抜ける点写真をするには十分備わっています。では、今回ご案内したリップソフトのデータの編集、これの大きなポイントを3つ簡単にご案内します。まず1つは、リップソフトに取り組むためのです、ね、データの編集は、白を出したい部分を Y1% などのカラーにするだけです。白を出さない場合は、何も編集は必要ないです。 また、データの編集は、イラストレーターでなくても、フリーソフトでも対応ができます。2番目、これはリップソフトは CMY 白を印刷するためのソフトです。そして、CMYK で印刷する際は、リップソフトを使わず、イラストレーターなどの別のソフトを使ってください。でそして、最後に3番目、リップソフトは基本的にデータを取り込んだら印刷するだけのソフトです。データを編集するソフトではないです。 簡単にこの3つをですね理解していると、この流れというのがより分かると思います。まあ、こちらですね、今見えている部分は、弊社のですねこのリップソフトや、まあ、このプリンター、仕事のプリンターを使ったときの、ね、Q&A、今までのノウハウがまとまっているものです。こういったカテゴリーがです、ね、いろいろ分かれています。今までたくさんのお客様に使っていて、そういった質問や答え、そういったところのノウハウでございます。初心者の方でも、こういった過去の ノウハウハががありまますすのでで簡単に操作ができていけ今回データの編集ですね、はい。少し簡単ではありましたので、今後もですね、こういったデータ編集についてはご案内したいと思います。今回もどうもご視聴ありがとうございました。